皆さんこんにちはえっ、ー、と働いている、えー、お母さんたちお父さんたち家で働いて子どもたちが近くにいる皆さんへエールを送りたいと思いますえっ、ー、と96年からえっ、ー、と在宅勤務主に、えー、やっておりましてですねえー、ジャーマンインターナショナルという会社をやっている、えー、ルーシーと申しますあのー、見てくださってありがとうございます あのですね、えー、いろんなことを考えて振り返ってあ私がその最初とてもつらかった子供たちが小さかった時のその一緒にいながらの家での仕事っていうのはどういうふうにえっ、ー、と まあこなすほどではないんですけどどういうふうにサバイブしてきたっていうことをずっと考えてるんですけどあの一つ大事だなと思いますのはまずでで働いいててるかっていうことですよね自分に、えー、問いかけるというか考えること何で働いてるのか何を求めて私たちは働いてるのかどういう意味があって。 働いていてるのかそれをまず、えー、と考えることが重要ですよね。要するに働くそのものの意義は何なのかっていうことですよね。で私の場合はあのやっぱり私が働いてる理由は子供のためだった。<laughs> 分かりやすく言うと、えー、子供が将来私の場合はですねあのやっぱりまあこう見えても一応外国人ということであのアメリカ人なんですね。 で私の子供に対してすごくあのなんだろうしてあげたかったことは18歳になったら大学は日本でも海外でも大丈夫っていうことにしてあげたかったんですよね要するに選べるような状態にしてあげたいなと思いましたそうするとやっぱり英語の教育だったりあのすごくなんかこう 多国籍っていうか多様な環境が重要ということでやっぱりそういうようなところに入れるのにあのお金がかかったりとかするので私はその将来子どもたちがその大学とか海外に住んでも OK っていうあのチャンスを与えるために稼いでるんだなと思いました一生懸命稼いでましたでやっぱりね なんで働いてる何の目的その目的を持って働いてるとうーんやりがいが出てくるんですよね。その将来の,そのゴールがあって そのゴールに向けて、えー、頑張ってる自分に対しては、優しくなれたりとかできるんだなと思います。今は辛くても、将来の,そのビジョンっていうのも,ものがありますからあの、頑張れるっていうことがありました。だからまず、働いてる理由ですね。子供のために働いてるから、あの子供に、すいません、ちょっと今静かにしてくれるとか、電話中、マミが電話中の場合は、必ず静かにしようねとか、 いうようなことを少しねあの、うん、やってもらえるように勇気が湧いてくるんですよねその前回言ったあの区分けをしてていいくための,あの勇気が湧いてきます例えば私たちがあ子どもたちにちょっと怒ったりとかしますよねあ,のあれはやっていけないよとか、うん、まあ,あの私の場合はちょっとだけお尻ペンペンっていう時もあったんですけれどもそれは私が怒ってるから くるやるんではなくて子どもがこのまま、えー、このままでこう進んでいくと子ども自身が困るっていう思いでいつもそういうあーなんだろうあ厳しいこと言ったりとかしました例えばうちの娘は時々あの道路で働いあ,あの歩いてる時はすごく危ない時もあったんですけれどもその時はもう らせてですねあの要するにお尻ちょっとペンペンしてもう危ないよみたいなもう怖くなるようなあのことちょっとまあ私自身もちょっと怖かったりとかあったんですけどあの強く言ってあげるっていうことは本人の身を守るためですよねだから私たちも一生懸命働くっていうことも あの子たたたちのためだったりとかします例えばこう,こういうところに住めるためにあのお金がないとダメですよみたいなあの子どもが少し大きくなったりするとなんか分かってくれたりとかしますので、えー、やっぱり働くことはあ子どもたちのためであるっていうことをなんか考えるとあどんどんできるようになりますでもう一つはあの最後になりますけれども子どもも 巻き込むといいううアプローチもすすごくくまったんです例えば、えー、と今家で「マミは一生懸命働いてますと」とでいつも待たせて申し訳ないとかあー例えば電話中は静かにしてとかあ電話中になんか大きな声を出したりとかすると「マミ怒る」のか <laughs> いうようなことがあってもね 給料日の時私たちあのファミリーレストランに行くのはすごい好きだったんだよね。で私たちが行ったあのデニーズは入り口の右側におもちゃがもういっぱいあったんですよ。でやっぱり毎回行くとこのおもちゃが欲しいあれが欲しいとかなんかみんなやっぱり2人言いますよね。 であの、よく説明したんですけどこれをあのもらうためにお金は必要だよって言ってで現あの息子は元なんですけど元今ねあのここほら見てあの値段が書いてありますよねこの値段1050円になってますけど持ってますって聞いてポケット探そうみたいなでポケットの中ないよねでマミも今ないから買えないっていう説明をして今度。 お給料が入るとき、ね、にもういつものようにデニスに行って実はマミーにお給料が入りましたのでもうね何でもいいから一つ選んでいいよみたいな話をすると子供を小さい子供でも頭の中で「あ働いてることイーコールお金が入るイーコール僕も」 いい思いができるっていうようなことが、えー、分かってきますので、その後、まあ、しばらく時間はかかったかもしれないんですけど、働いてる時に今、マミ何してるのとか、どういう仕事してるのとか、マミ頑張ってねとか、こっちが宿題をしながら私仕事するみたいな、その、お互いですね、何のためにやってるみんなのためにやってる。やっぱり私たちの生活のために働いてるっていう、 気持ちをねその目的を共有するとどんどん強くなるでそれがずっと継続していきますのでどん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 子どもの理解力が上がってくると本当にあの応援してくれるようになりますで先ほど私ちょっとお尻ペンペンって言いましたけれども 今現在あんまり良くないと思われてるかもしれないんですけれども昔の話ということで、えーとまあ、私の父親も結構厳しかったんですけどあのそういう忘れないようにお尻ちょっとピッてこうあのやったこともあるんですけれども今となれば、うん、も,しもう少し説明をしてあんまりお尻ペンペンはしなくてよかったかもしれないと思うんですけど、まあ、当時はそういうようなことありました。 あとにかくこの目標ですねこの何のために働くっていうことをあの共有することはとても重要だなと思いますでとてもいいヒントだと思いますどんどん子どもが応援してくれるのでどんどんあの家で仕事することをあやりやすくなると思いますでは、えー、またああのヒントを、えー、録画して えー、皆さんにお送りしたいと思いますのでまた遊びに来てください。バイバイ